江戸の人々の暮らしっていうところが、少し見えてきたところでですね、食生活について話をしていきましょう。まあ、食ですよね。まあ、当時ですね、今でこそですね、季節料理みたいな、今が旬みたいな風に言って、まあ、特別なことみたいな風にとらわれることがありますが、当時はですね、まあ、もう選択の余地がないというか、もう全てが季節料理だったわけですね。なぜなら冷蔵庫なんかもちろんないわけで、保存っていうものがなかなか難しかったんですね。なんでですね、もう取れたてを食べるしかなかった。もう毎日取れたてみたいな感じだったんですね。まあ、そんな、まあ、フレッシュみたいな感じで、まあ、常にフレッシュなものを食べてて、まあ、あれ今よりも実はいいもの食べてたんじゃないのっていう風に、まあ、感じるわけですけども、そういった、当時のこう庶民の食べ物って知るときになかなかですね、こう庶民の生活ってのは記録に残りにくいんで、情報っていうのが少ないらしいんですけども、当時ここであったわけですね。江戸時代にはですね、番付っていうものが流行って、まあ、番付っていうとこうお相撲さんの順位表になるわけですけども、お相撲さんの順位表に見立ててですね、今いわゆる今で言うこう何々ランキングってやつですよね。もうおかずランキング、お酒ランキング、あと天変地異ランキングとはもうどういうことみたいな感じなんですけども、とりあえずランキングがめちゃめちゃ好きだったらしいですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、お惣菜ランキングがあって、まあ、そこから当時の人たちがどんなものを美味しく食べてたのかっていうところを、見ていきたいなと思います。で、その食べ物ランキング、なんですけども、大きくですね、まあ、精進型、いわゆる植物性の食べ物と、あと魚型ですね、魚の食べ物とっていうふうに分かれていて、まず精進型の1、大関、紹介したいと思います。精進型の1位がですね、八杯豆腐ですね。いわゆる豆腐料理なんですけど、まあどういう料理かっていうとですね、絹ごし豆腐にお酒、醤油、あと水、の汁で、絹ごし豆腐を、煮た食べ物です。めちゃめちゃシンプル。これが1位みたいな、結構びっくりするんですけども、そんな感じでですね、まあ、精進型の1位は八杯豆腐ということです。2位、関脇ですね。精進型の2位はですね、昆布の油揚げ。昆布と油揚げの煮物っていう感じでですね。まあ今でも普通に食べられそうなんですね。食事ですね。はい。で、3位、小結びがですね、きんぴらごぼう。まあ今でも日常的に食べますよね。はい。で、当時ですね、まあ先ほども申し上げたんですけども、まあ常にフレッシュなものを食べていたというところでですね、そうなってくると、季節季節によって食べ物が変わるんで、一概にこれが一番っていう風に言えないわけですね。なんで、この、おかず番付、ちゃんと春夏秋冬でも分かれてます。はい。でですね、まあ春ですね、代表的おかずとして取り上げられてたのが、けんちん汁。あとは、わらびとがんもどきの煮物なんかが取り上げられてたり、あと夏はですね、いんげん豆の煮浸し。あとはですね、茄子の揚げ出しですね。秋に関しては、芋の煮ころがし。あと、黒吹き大根。そして、冬に関しては、かぶの汁。あとは、ネギ南蛮っていうような感じでですね。こんな感じで季節を味わっていたわけですね。まあ、今見ても美味しそうだなという感じで、まあ、ちょっと小料理屋さんなんかに行ったら出てきそうな料理が、江戸時代も食べられていたっていうことがわかりました。で、次は魚型ランキング行ってみましょう。はい、魚型ランキング。魚の大関1番、目指しイワシ。これまたシンプル。これ多分ですね、もう炭火みたいな感じでこうやってチリチリチリって、まあ多分ほんと焼くだけ、焼いて食べるみたいな。そんな食べ方をしてたと思うんですけども、1位が目指しイワシっていう感じですね。で、2位、むき身切り干しって感じですね。言ったら貝のむき身と切り干し大根のこう、煮物ですね。はい。で、3位がですね、芝エビの唐入りっていう感じで、こう、芝エビを、醤油でいった、料理ですね。で、魚型の春が、マグロの、生地焼き。まあ、マグロの照り焼きみたいなもの。あと、イワシのぬた。まあ、酢味噌和えですね。夏がですね、ひじきの、生あり節。ひじきと、かつお節の、生っぽいやつで和えたものですね。あとは、アジのタデス。タデスで、さっぱり食べる味。あと、秋はですね、蒸しハマグリであったり、あと、芋煮だこですね。芋、里芋とタコの煮物。あと、冬は、サワラのあんかけ。あと、生子生姜ってな感じでですね、まあ、季節を味わっていました。
で、やっぱしね、魚の方を見ても思ったわけですよ。意外と今と同じっていうですね。まあ、江戸の方々の藩庶民、あんまり複雑な料理っていうのはしなかったらしいんですね。しなかったというよりもできなかったに近いんですけども、長屋、台所がシェアだったんですよね。っていうところで、まあ、そもそも台所の構造自体がシンプルだし、まあ、みんなで使わないといけないし、まあ、ちゃちゃささって料理できるものっていうのが好まれたんですね。まあ、結果ですね、食事っていうのは、至ってシンプル。で、季節のものを旬のタイミングで美味しくいただくというのが日本の料理、食べ方っていう風になっていったわけですね。江戸の料理、まあ、こう家庭料理っていうのが分かったところですね。まあ、江戸、日本の中でも、もう随一の大都市だったわけですけども、外食が盛んでした。外食の中でもですね、まあ、お店っていうよりも屋台がものすごく多かったのが江戸の特徴なんです。で、屋台って言ってもですね、ただこれ天秤棒で持ち運んで、その場でこう、料理を、提供するような形だったり、あとはですね、お店のミニチュアをそのまま運んじゃうみたいな感じでですね、そんな、ミニ屋台みたいなものもありました。で、こちらのミニ屋台はですね、大規模な工事、まあ、何々所を作りますとか、そういう、何々場所を作りますみたいなことがあるとですね、まあ、大工さんたちっていうののニーズが高まるわけで、そこに、こうやってミニチュア、屋台を持って行って、蕎麦はいかがだ、寿司はどうだというふうに、物を売ったそうです。いや、これって、現代版のウーバーイーツ的じゃないかなと思ってですね、実はですね、江戸時代、人が動く、人が買いに行くのではなくて、実際に売りたい人がじゅんぐりじゅんぐり巡って物を売りに来るっていうことが盛んに行われていました。江戸時代の、そんな外食屋さんでもですね、最も多かったのが蕎麦屋さんでですね、まあ、今でいう喫茶店にちょっとこうチャーシュー巻きに行くか、みたいな感じでですね、蕎麦屋にフラッと入ることが多かったそうです。こちらはですね、家同様ですね、机っていうものはなくって、床に蕎麦のお盆を置いてこういう風に食べていた。そうですね。まあ、僕もサラリーマン時代、東京に住んでた時はですね、まあ、某蕎麦チェーン店によく通ってたんですけども、まあ、これは実はですね、ちゃんと江戸っ子スタイルをやっていたっていう感じですね。他にもですね、外食屋さんの中にも、料亭、料理茶屋と呼ばれるものがあってですね、まあ、今でいう、ま、高級料理店ですよね。はい。でも、高級料理店、まあ、どんなスタイルだったの？それはもうゴージャスだったのっていう感じですね。やっぱそこでですね、こう、踊りを踊ったり、楽器を奏でたりっていう感じで、今で言う、まあ、ディナーショーみたいな感じでですね、料理が提供されたんですけども、やっぱり机っていうものはなくて、床に料理とお酒を置いて、それをみんなで囲んで付き合うという、まあ、バイキングスタイルだったらしいですね。まあ、これを見たときにですね、家といい、お店といい、人と人を隔てるものっていうものがなくて、まあ、人と人とのその垣根が少なくて、つながりが多い、そんな時代だったのかなっていうふうに思いました。でですね、まあ、食といえばですね、まあ、食べ物と、あとですね、やっぱし大人のたしなみ、お酒ですよね。まあ、僕も大好きなお酒なんですけども、江戸時代もですね、お酒っていうのはよく飲まれたそうです。まあ、さっきの番付じゃないですけども、まあ、名酒尽くし、番付みたいなものもありました。はい。で、酒作りというのはですね、もう何が大変って、もう何よりも精米が当時大変だったらしいんですね。米をこういうふうに削っていくわけですけども、まあ、それをですね、こう、人力のなんか足踏みの機械でやってたらしくて、それは大変だったらしいんですね。で、まあ、そんな中ですね、水車っていうものがあるタイミングから発達して酒造りがグワッと一気に発達します。またその水車っていうのがですね、今でいう関西灘であったり伊丹であったりですね、そのあたりで盛んに行われました。なんでですね、お酒といえば関西っていうのが当時はあって、関西からお酒、まあ、水分なんで重いんで船に乗せて新酒っすね、新しい酒ができたら各種メーカーがですね、船でいかに江戸まで早く届けることができるかっていうのをですね、もうレースにして、お祭り騒ぎにしてると、そんな、お話もあるくらい、お酒といえば関西でした。関西から来る、お酒のことを下り酒っていう風に呼んでいたんですけども、実際にお酒の 90% が関西で作られたらしいんですね。で、残り 10% はやっぱり、江戸の近くでも作られていたんですが、正直ですね、こう江戸の界隈の
関東のお酒っていうのは当時あんまり美味しくなかったらしいですね。なんでですね、くだらない、くだっていないお酒ということで、ね、まあ、くだらないっていう言葉はここから来てるらしいですね。はい、面白いですよね。結構今日常的に使う言葉っていうのが江戸時代に生まれている、そんなところがあったりするんですね。で、ちなみにこのお酒っていうのを、なんとですね、クレジット払いで年2回盆と暮れに支払うだけでよかったらしいですね。まあ家があればですね、帳簿払い、そういった感じでクレジット払いさせてくれるってことですね。まあなんて平和な時代だ。みんながみんなを信用信頼してる、まあそんな時代だったのかもしれないですね。で、みんなじゃあお酒はどこでか、飲んでたのっていうところで、もちろん、酒屋さんで買って家でも飲んでたんですけども、やっぱりみんなですね、一緒にお酒飲みたいっていうことでですね、居酒屋っていうものが生まれたわけですね。で、それはですね、じゃあ居酒屋さんっていうものがあったかというと、そういうわけではなくって、酒屋さんが自分たちのお店の軒先でですね、お酒も飲める場所っていうのを作っていったんですね。まあ、それが居酒屋というふうに呼ばれるようになりました。で、まあ、江戸っていうのは、100万人いたと言われる世界一、当時ですね、世界で最も人口の多い町で、で、さらに言うとですね、男性が多かったんですね。まあ、出稼ぎに来た男性が多い町だったので、まあ、独身男性がですね、ふらっと入って、ちょっとおつまみ食べながら、気軽に飲める。そんな場所が、居酒屋さんとなって広がっていきました。はい、ということでですね、まあ、食生活が終わってですね、次にですね、まあ、流通と経済っていうところの話をしていこうと思います。江戸っていうのは100万人を超える大都市だったわけですね。で、そんな100万人をつまり支える市場流通があったわけですよ。この流通手段っていうのは